皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが火曜日恒例の予言とは別に配信した2月の予言の3回目をご紹介します。2024年2月の予言。それでは2024年2月の個別の予言に入りましょう。皆様を歓迎します。私のチャンネルを訪れた皆様、正確な予言と信託、驚くべき内容をお知りになりたいのでしたら、ぜひともこのチャンネルをご覧ください。皆様の愛とご支援に心から感謝します。拡散を通じて私たちの輪が少しでも大きくなることを願っています。私のウェブサイトを見ていただければ教室の案内やニュースレターなどが掲載されています。この無料のコンテンツを配信できるのもひとえに皆様のおかげです。限りない愛で皆様をお迎えします。皆様に意識していただきたいのはまだ2024年2月の予言なのですが、スピリットガイドから降りてくる予言がいつ的中するのかを正確に予測するのはとても大変だということです。時にはスピリットがいつ的中するのか教えてくれる場合もありますが、多くの場合は的中するまでに時間がかかります。ですのでこれからお伝えする予言がすべて2月に的中するというわけではありません。多分2024年中に的中するか外れる場合もあるでしょう。もうすでにアメリカ国境が大変な事態になっているのはご存知かと思います。特にテキサス、アリゾナ、カリフォルニアで不法移民が入るに任せています。アメリカは不法移民を許さないためにも団結しなければなりません。国境での緊張は時が経つにつれて高まり、10月から来年1月にかけてさらに重大な状況になるでしょう。そこまで来たらさすがにアメリカ人も自ら国境に駆けつけて国を守ろうとするでしょう。どうか皆様、光を胸に抱いて明るい方へ向かうよう祈りましょう。オーストラリアの海岸に大量のクジラやイルカが打ち上げられているのが見え、場所はどこなのかはまだ定かではありませんが、ニュージーランドに近いところだと思います。ニュージャージーの海岸でも似たような光景が見え、スピリットはそれらの裏側にある事情を見せています。海底地震が魚やクジラが打ち上げられる海域周辺で発生するのです。それがどの打ち上げを指しているのかはわかりませんが、多分オーストラリアで起こる出来事だと思います。どうかオーストラリアの友人の皆様、クジラやイルカそして魚が大量に打ち上げられる事態が起きたら何かが起きていると思ってください。大量の魚が見え、多分カワマスだと思いますが大西洋の海岸を埋め尽くしているのが頭に浮かびました。また日本やアラスカの一部でも魚が大量に打ち上がる現象が起こると思います。これは2月に起こるというよりはこれから年末までに何度も起こるようです。6月に発生する予感がしており、2月にもあるかもしれません。3つの大きな攻撃が世界のどこかで起こります。そのうちの1つはイスラエルとユダヤ人に対してなされ、もう一つはアメリカが標的になる気がします。特にアメリカに対する攻撃は国内のどこかの都市から飛んでくると思います。こちらの攻撃の方が規模が大きく2024年から2025年までに起こるでしょう。多分この3つの攻撃は近い将来に発生すると思っており、特にイスラエルやユダヤ人に対し向けられる予感がします。どうか光を抱いてこれらの攻撃が事前に止められるよう祈りましょう。アメリカのその他の都市では打ち続く攻撃に飽き飽きすることでしょう。残念ながらそれらがついに内戦に発展してしまいます。長いことアメリカの州同士が対立することになるとお伝えしてきましたが、スピリットは1年かそれ以上前にそのようなことを警告していました。もしかしたらその火種はこの2月についてしまうかもしれません。中国と日本に大嵐が到来するのが見え、記録破りの洪水や積雪に見舞われるでしょう。似たような出来事がオーストラリアやアメリカ西海岸でも起こり得ます。
2月にはアメリカ西海岸で記録的な積雪があるかもしれません。これらのすべての場所では深刻な洪水に襲われ、3月か4月、特に3月に大規模な土砂崩れが洪水や水害によって引き起こされるでしょう。去年アリゾナでは多くの洪水が発生し、1993年以来の被害だったそうです。ここアリゾナでも大掛かりな洪水があっても驚きません。去年は雪に埋もれましたが、今年はスピリットによると記録的な積雪がありギネス記録が出るかもしれません。雪が降る地域ではそのような事態になるかもしれませんのでその地域を出るか十分な備えが必要になります。さもないと1ヶ月くらいは雪に閉じ込められることになるでしょう。雪が積もった屋根の上に住民がいて救助されるのが見え、そのような事態も起こるかもしれません。この配信をご覧になっているのでしたら将来屋根の上で救助を待つようなことになってほしくありません。8月から10月にかけて長い間力を貯めていた地殻の歪みで地震がアメリカ西海岸を襲うと思います。それは多分1回だけではなくカリフォルニアとワシントン州が見えます。3つの地震がほぼ同時に西海岸に来ると思われ、そのうちの1つで小さな津波が西海岸とハワイにやってくるでしょう。私に見えているのは3つの地震があり、そのうちの1つはカリフォルニア中部でロサンゼルスの上あたりで起こるもので前からお伝えしている地震です。もう一つがワシントン州で最後の一つは海底地震です。これら三つの地震は互いに関連していると感じられ、そのタイムラインを知るのは困難を極めます。ですが8月から10月の間が怪しく感じます。8月は水星逆行とエネルギーシフトが起こる時期であり、地殻が活発に動き地震も多く起こるでしょう。これについても最新のお話を定例予言でお伝えすると思います。次の予言は船が火災に遭うのが見え、沿岸警備隊により乗組員は救助されるでしょう。これはクルーズ船のように思え、燃えている船の上空をヘリコプターが旋回し救助活動が行われているビジョンが見えます。報道ヘリもいるでしょう。これはエンジンからの出火が原因と見られますが、同時に何かしらの攻撃が内部からなされると思います。もしかしたらこれらは別々に起こるお話かもしれませんが同じ事件の可能性もあります。内部からその船に攻撃するということは誰かがその船に乗り破壊工作をするのですが、その船はクルーズ船か小型の観光船かもしれません。もしかしたら大きなクルーズ船と小型の観光船の2つで起こる別のお話の可能性があります。以前クルーズ船内で感染爆発があると予言しましたが、それがまさに今起きており今朝のニュースにも出ていました。このように船旅に恐怖感を抱かせるニュースを出して人々に旅行をさせないように仕掛けてきますが、皆様は特に気にする必要はありません。宇宙から守られていれば何も心配しなくてもいいのです。自分の思考や言葉が将来の青写真であることを忘れないでください。何かが空から落ちてくるビジョンが見え車に衝突します。これは飛行機やヘリコプターからの落下物にも見えますが、幸運なことに特に負傷者は出ないようです。多分うまく避けるのではないでしょうか。空からの落下物が当たる車は道路脇に駐車しているように見えます。どうか皆様空から目を離さないでください。中東に平和が訪れたとしてもスピリットによれば本当に一時的でしょう。もちろん中東には平和が必要です。和平があったとしても短縮されるでしょう。例えば30日の休戦が結ばれたとしてもその半分も経たないうちに戦闘が再開すると思います。それは夜間か早朝に起こるでしょう。イスラエルは警戒しなければならず、常に見張っている必要があります。悪人たちが悪巧みを持ってイスラエルに入り込んでいるのが見えます。実際12人の国連職員がスパイをしていたという報道がありますし、以前からイスラエルは内部から攻撃されると予言してきました。
その12人の国連職員は解雇されたそうですが、どうか中東地域全体が光で覆われるのを祈るばかりです。いかがでしょうか。いつものことながら自然災害はまだその手を緩めてはくれないようですね。大雪や洪水などはある程度予測できますので、早めの対策を心がけてくださいね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。